8月に左手首を骨折した巨人、ヘルナンデスが、宮崎フェニックスリーグの韓国、ハンファ戦で実戦復帰した。3番、中堅で先発出場すると、夕頃、二頃、左中間3点2塁打で3打数1安打3打点だった。自分のスイング、タイミングで打てるようにしていきたいと語っていたスケットが、約2ヶ月ぶりの実戦で結果を残した。 チームが日本シリーズに進出すれば、一軍合流の可能性もありそうだ。